に説明が十分できていない、こういうふうに言われているであるにもかかわらず、衆議院で強行採決が行われ、そして参議院で今、今日もそうですが、特別委員会で審議が、議論が続けられています。議論をすればするほど、そして審議をすればするほど、この法案が憲法違反であるということが赤裸々になってきています。憲法違反の理由の第1は、限定的であるにしろ集団的自衛権の行使をこの法律が容認をしたしているということであります。何がどう変わるのかといえば、日本が直接攻められていないにもかかわらず他国に対して攻撃ができるというこの一点、そして2つ目は、重要影響機会を持ってアメリカ軍の求めに応じて弾薬の提供をはじめとした後方支援ができるというこの2点、この2つは明確に憲法に違反をしているわけであります。日本の憲法は自衛のための戦争を規定をしています。これはこの憲法が作られるときに、時の篠原喜重郎首相、あるいはサンフランシスコ講和条約を結んだ吉田茂当時の首相が、そのために国会の中で答弁をして訴えてきた、これまでの戦争すべてが自衛のための戦争として侵略戦争にまで発展をしてきた、そのことから考えれば、自衛のための戦争もしてはならない、こういうふうに日本の憲法は決めているわけであります。しかし、この法律が、安保法制ができることによって、日本が直接攻撃をされていないにもかかわらず他国に対して武力行使をするということが、この法案でによってできることになるわけでありまして、これをするためには憲法を改正するしか道がないわけであります。そして後方支援の問題で言えば、現に戦闘地域でなければ何をやってもいいんだというのが政府の答弁です。昨日の福島みずほ参議院議員の質問に対して、弾薬の提供の中にミサイルは含まれるのかという質問をしたのに対して、中谷防衛大臣は、ミサイルも弾薬であって提供できるというふうに言っています。ミサイルですよ皆さん、これが武力行使でなくて一体何なんですか。明確に憲法違反であるこの安保法制、残念ながら国会の数の力で言うと、強行採決しようと思えば今日にでも参議院で強行採決ができてしまうのが今の国会の数の力です。しかし皆さん、憲法違反の法律をそもそも作ろうとしている内閣に対して、そして憲法遵守義務を負う、憲法を守る責任があるのは私たち国民ではありません。暴走する政権に対してその歯止めをかけるのが憲法の役割、そしてその憲法の役割である権力の暴走を最終的に止める力は、実は私たち一人一人の国民に与えられている権利であります。ですから、本来憲法を遵守しなければならない内閣が、憲法を遵守しなければならない国会議員が、憲法違反をしようとしているのであれば、それは国民が権力に対して憲法違反の法律を作ってはダメだ、この声を上げる機会にはないわけであります。こんにちは、暑いですから気をつけて、水分を補給して気をつけてください。立憲主義に違反をする今の安倍政権、何としても止めなければなりません。日本はあの過去の戦争において300万人の尊い命を犠牲にした上で手に入れたのが平和憲法、そしてこの憲法を守るべき権力者が、その権力者が憲法違反の法律を作ろうとしている、勝つの力では勝てない、ならば国民の皆さんが
市民の皆さんが一人一人が憲法違反の法律を作ってはダメだというその声を上げ行動に移していく、これ以外に今この安倍放送政治を止める手立てがないわけであります。どうか私どもこれはもう社民党がとか共産党がとか野党がとかこういう問題ではすでにありません。憲法を守らせるのは国民一人一人の力、国民一人一人が市民の一人一人が声を上げて憲法を守ると、その声を上げることしか今もう止める手立てがないわけでありまして、どうか広範な市民の皆さんの声、国民の声を国会に対して向けていただくことを心よりお訴えを申し上げまして、街頭からのお訴えとさせていただきます。どうぞご清聴様にありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。